な言ってくれるんですが、今のまでは全然来てもらえませんでした。国費で実は嵐 のリーダーが来てくれました、服部先生と。その時に、ああ僕たち僕も来るんだなって言ったんですが、まだ中学校に全然今まで来てもらえませんでした。そういうことで今日は避難所に来ていただき、またカセットの方に、そしてまたありがたいご配慮で水準をやっていただいて、自衛隊の皆さんも激励をしていただいて、その後山田中学校に行っていただいて、子どもたちと私たちいろんな点で楽しく過ごしていただけるようにして、このような子どもたちも雇用機会にますます頑張っていただけるものであります。もしかすると今日また野球を教えていただいて、プロ野球選手が出てくるかなというふうに思います。私は阪神タイガースの帽子をかぶろうと思ったんですが、一応東北楽天のチームでありますので、岩沼氏の帽子をかぶらせていただきました。本当においでをいただきまして誠にありがとうございます。岩沼氏をお願いします。